ノースフェイスとかアークテリクスのナイロンとはまた全然違うんですよ。斜め掛けをするためだけに作られたバッグになってて、逆にこういう首だけで持つっていうのは全然向いてないので、コスパいいし、まず入門編ということでボディバッグね、いいんじゃないかなと思います。はい、本日はですね、2024年のメンズボディバッグ最強決定戦をやっていきたいなと思います。ということで、こちらですね、ずらっと並ばせていただきました。っていうのも僕ボディバッグ結構持ってるんですけど、やっぱりアウトドア系もいいんですけど、結構視聴者さんハイブランドを持ちはる方もいらっしゃるんですよね。そういう方にも合わせてちょっとそういうのもね、買ってみましたんで、その辺もご紹介していきたいなと思います。最初からちょっと維持率悪いバッグはちょっと除外させてもらってます。例えばこういったグレゴリーのバッグとか、あとノースフェイスの方でもちょっと大きめのバッグとか、あとはミステリーランチとか、この辺り多分もう皆さん興味ないですよね。いつもスキップされてるから。これを省いて、まず一つ目っていうのがノースフェイスの一番人気のやつ、スイープってやつ。で、その次にみんな一回は通ったことあるアークテリクスのマンティス2。これはもう絶対みんな通ったことある。で、次がツーな人が好きなブラックエンバー。もともとナイキとかノースフェイスのデザイナーをされてた方が独立したブラックエンバーって言っていい。このアウトドアよりももうワンランク上のボディバッグになってます。さらにワンランクどころかグッと上がったところがこの辺りにあるんですけど、これに関してはラグジュアリーというか完全にステータス系になってくるので、ちょっとまた後で開けるとして、そんな感じがあって、一応ここにね、僕が作ったボディバッグの本革のやつも置かせていただいてますね。これもサクッと紹介はしたいなと思うんですけど、まずはノースフェイスからいきたいなと思います。ノースフェイスのね、このスイープっていうやつかな、これほんまにこう斜め掛けをするためだけに作られたバッグになってて、逆にこういう首だけで持つっていうのは全然向いてないので、これやとそもそもアーチになってるからもう体にフィットするように作られてるので、これは人気ですよねと。で、人気の理由としてはやっぱりノースフェイスっていうブランドももちろんそうやし、あと値段的にも結構安い。これがね、今現時点で見てる価格は7480円なんですよ。もっと言うと前は5000切ってましたけどね、そんなこと言ったらあかんからあれなんやけども、値段的にも非常に安い。これ今回紹介する中で一番安いので、レビューとか見てても普段あんまりちょっとおしゃれとかそういう洋服に興味のない方が旦那さんでいてるんやけど、その旦那にこれ渡したらノースフェイスやからって言って喜んでつけてますっていう方もいらっしゃったりするので、このロゴを見たらね、もう誰でも知らないっていう人はいけないと思うので、あ、ノースフェイスやってわかるから、こういう例えばシンプルな洋服の服装の時なんかにちょっとカジュアルに持ちたいなっていう方はこういったロゴもね、いいんかなと思います。一応今日の洋服に関しては全部に合わせやすいように、もう白 T に黒パンっていう一番シンプルなオーソドックスなモノトーンなコーデにしてるので、どれも一応合うようにはしております。僕個人的にはスイープ行くぐらいやったらオリオン行ってほしいですけどね、こっちの方がおすすめやし、こっちの方がよく楽天でセールになります。ちなみに下にリンク貼ってるので気になる方見ていただければいいんですけど、セールにもなってるし、プラスアルファ開け口も使いやすいっていうのがオリオンなんですけど、そんなのがあります。で、次アークテリクスのね、このマンティス2で、これに関してはもう絶対スイープを買おうと思ってたんやけど、僕の動画を見て結局マンティス買いましたっていう人が多分もう数百人は出たんちゃうかなっていうぐらい、僕アークテリクスさんに還元させてもらってるんですよ。やけど見返り全く何にもないんですけど、それが8470円なんですね。だからさっきの7480円に比べると少し1000円ぐらいかな、990円高いっていうことなんですけど、この辺りはね、後半になってみてください、誤差やと思います。990円はもう誤差、首からかけるっていうのももちろんできるし、それ以外にやったら斜め掛けできるように、多分ね、今回からこう紐細くしてるんですけど、多分サコッシュっぽく使えるようにやってると思うんですね。これなんかは気軽にパーって出ていく時なんかこんな感じですよね。もっとワイルドパンツ履いちゃっても全然いいかなと思うんですけど、モノトーンにはね、絶対いますよね、この感じ。ただ公式サイトは黒売り切れてたと思うので、他の色やったら販売してたんちゃうかなと思います。大体アークテリクス黒からなくなるんですよ。で、黒以外のやつは全然定価で売ってたりするんですけど、その辺も踏まえてね、下に在庫がもしあればリンク貼っときたいなと思います。その次がこれ持ってる人はね、グッと減るんですよ。で、それが何なのかというと、ブラックエンバーのスリングバッグっていうバッグ、これ僕今まで北海道ツーリングの時も雨防水仕様やから、これ持って行ったりとかして、ここに財布とか入れてこんな感じでかけながらバイク乗ったりだとか、あとそれ以外にも去年ハワイ行った時なんかもこれを入れとったんですよ。これが何がいいかっていうと、パスポートも入るんですね。パスポート入れてお札なんかもお金とかも入れて、でエアポッツも入れてっていうのがちょうどいい感じのサイズ感なんで、これを使っておりました。で、まあやっぱりノースフェイスとかナイキのデザイナーさんがやっぱ作ったっていうだけあって、こう形も横長のやつもっさりする感じのイメージが多いんやけど、めちゃくちゃシンプルに作られてるのに、なおかつ防水で、さらに中側に仕分けがめっちゃ多いんですよ。だからその仕分けを結構ちゃんと使えば、どこに何があるか把握しやすいんですね。だから逆に言うと、僕 GoPro とかも持つんですけど、GoPro とかって仕分けるようじゃなくてバカッと入れたいから、ガバッと入れるようにはあんま向いてないんですね。だから細かいものとかメモ帳とか領収書とかそんな入れるのはめちゃくちゃ最適なんですけど、ペットボトル入れるとかっていうのはちょっと厳しいんですけどね。そういう風な感じで雨でもいけるから急な天候変化なったりとか、まあ、特にバイクとか乗ってたりしてもめちゃくちゃ使えるんで、これもね非常にいいんかなと思います。で次がですねガツンと上がってきますけども、それがですねこちらプラダですね。でプラダのナイロンバッグってもうめちゃくちゃ僕の視聴者さん持ってる人多いんですよ。こっそり黙って持ってきたんですけど嫁のやつです。嫁のやつをね勝手に持ってこさせていただきました。これがねサフィアールザーショルダーバッグっていうなんか言い慣れてないからよくわからないんだけども、こんな感じのバッグになってます。よく見ません？大体大金持ちの人じゃないけど小金持ちの人よう持ってはるんですよ。失礼な言い方して申し訳ないですけども、小金持ち大体ね年商1億円ぐらいの会社さん以上の人はね大体このバッグ持ってますから、社長さんは。なぜかっていうとね僕のね知り合いの社長さんもこれ持ってるんですよ。でこんな感じでこうやって歩いてるんやけども、これは多分男女兼用なんかな。一応メンズで調べたらメンズでも出てきたけど、まあ一応嫁のバッグなんで僕は使わないですけどもね。男性に人気の理由分かりますよね。めっちゃシンプルでナイロンなんですけど、ノースフェイスとかアークテリクスのナイロンとはまた全然違うんですよ。アップしてこうやって見ていくとね、こんな感じでプラダの方っていうのが土詰めされてるんですね。ギュッて詰められてるからより光を受ける反射が多いんですよ。で隙間があればあるほど光って分散されていくので、こういう感じであんまり反射してこないんですよね。ただこれとかって綺麗にこう反射する理由なんでなんかっていうと、こうしっかり度が詰められてるので同じナイロンやねんけど全く違う表情になると。でナイロンってね別にそんなに高価なものじゃないんやけど、それを折り方変えたりとか、まあもともとプラダってこれナイロンね発祥やったと思うんですけど、そこにこうええ塩梅でレザー使ってくるんですよ。例えばこういうとことかね、こういうとことか、あと持ち手のとこにレザー使ったりするから、だからあんま子供っぽくならへんというかちょっと大人っぽい雰囲気もあるんやけど、これが何倍やったかな、一気に値段上がりましたよ。24万7500円って書いてます。容量的にもこの中でやったら一番使い勝手いいんちゃうかなっていうぐらいこんな感じなんですね。ガバッと開けれる感じ。さすがにメモ帳は入らんやろうけども、あ、入ったもん。すごい B5 のメモ帳が入りました。だからもちろん長財布なんかも入るけどもそれぐらいの大きさなんですね。で前の方は前の方で多少入れれるよと。このこっちの方の生地はあプラダって書いてるのか、これプラダって書いてますね。ノースフェイスとかアークテリクスとか飽きてきたなっていう人なんかは結構ここ行かれる方も多いかなと思いますし、あとは次はグッチですね。やっぱね35を超え出してきたらねアウトドアブランドめっちゃいいんやけども、アウトドアブランドでは行っては失礼な場所に行くことが出てくるんですよ。ホテルのビュッフェっていうかホテルのレストランとかってなってきたらノースフェイスのボディバッグで一流ホテルの会場とか行けないので、そうなってきたらこんな感じになっていたり、僕似合ってないですけど、ね、こんな感じのボディバッグ、これ GG クロスバッグって書いてますけども、これはもうちょっとちっちゃいかな。マッチがちっちゃいのでこんな感じのバッグですね。ハイブランドとかのボディバッグとかでこの辺りを好きそうな人が持てるようなあるかなと思ってビトンとかも行ったんですけど、ビトンとかも縦型とかになっちゃったんですよ。とかクラッチバッグとかになっちゃったからあんまないなと思ってこれをね持ってきたわけなんですけど、これのねすごいなと思ったところが、両方の金具外すじゃないですか。で金具外してここにね金具つけるんですよ。ほんならねこういう感じで持てるんですよ。こんな感じで持たへんっていうのは分かれてるんやけど、何が言いたいかっていうと、ここに通帳とか財布とか金目系のもん全部入れてもうリュックなんかぶち込んでんですよ。で普段はこういう使い方、ポーチ的な使い方しといて、旅行先とか行った時だけこの金具外してこういう風につけてあげたら、もうここに常にこう通帳とかそういう現金系も入ってるじゃないですか。貴重品は入ってるからこのまま出かけるんですよ。これめっちゃ使い勝手めっちゃええやんと思って購入してみました。だから取り外しできるのはこれだけなんかな。でそれがもう取り外しは全部できないんですけど、こんな感じでボディバッグのね5つということになっておりました。先におすすめの人からいきましたか。やっぱりこのノースフェイスのバッグって一通り回って思いません？この7480円という安心感で、それでいて何回使ってもへたってこないんですよ。ナイロンやからっていうのもそうなんですし、それが嫌だったら洗濯もできるから、ちょっと汚れたなとかって思ったら気軽に洗濯もできるし、お子さんとかおったりしたら汚れるじゃないですか。だからそういう時なんかバーって洗濯できるんですけど、まあ、ただちょっと大人っぽい場所行こうと思うとこの格好ではいけないので、イオン買い物行くとかそういう時だったら全然いいと思うんですけど、ちょっとレストラン行くってなってきた時には使い勝手はどうかなと思いました。あと気になるところとしては、僕よくスイープで言うんですけど、こう開けた時に前にちょっとかがんだりチャリンコ乗りながら前開けたりしたら全部荷物落ちてくる、ボタボタボタって落ちてくるから、そこだけ気はつけないといけないんですけど、やっぱり何年経ってもねこれはほんまにコスパいいし、まず入門編ということでボディバッグねいいんじゃないかなと思います。そして次がこのアークテリクスですね。まあマンティス、これに関してはスイープ飛ばしてこっち先行ってもいいぐらいもう完成されてるし、自転車乗る時なんかも全然これで自転車乗ることもできるしって考えたら、ノースフェイスよりやっぱなんていうのちょっと大人っぽいんかな。たった990円違うだけなんですけども、なんかね画面でパッて見てる感じも大人っぽい感じというか、そんな子供っぽく見えへんので、ノースフェイスはちょっと子供とか子供の習い事に一緒に行く時なんかはめっちゃ向いてると思うんですけど、街中でやったらやっぱこっちの方が使いやすいんかなと。でこれに関しては紐は取れないんですけど、さっきのポーチみたいな使い方してリュックの中にぶち込むっていうに使い方もこれもできるので、そんなこと言い出したら全部そうなんやけども、これは一家に1個ですね。一家に1個あればめちゃくちゃいいよねと。次が結構外で活動する人とか、意外とバイカーとかそういう人なんかには向いてるっていうのがブラックエンバーのスリングバッグ 17,600 円ですね。これも旅行もいいですよね。旅行の時も僕大体使うから、旅行の時も使いやすいし、やっぱねハイブランド持ってね旅行なんか行ったりして狙われるんですよ。どう考えてもジャパニーズがハイブランド持ってたら、あいつはカモやと思ってすぐ来られるから、これにね無地のどこのブランドか分からへんようなもの持っておけば狙われるリスクもね少し下げられるんかなと思うんで、あんま調子乗ってダメなんで、海外では全然調子ないように地味な感じでね過ごしていただいたりとか、国内とかでもそうなんですけど、あんまりいかにもハイブランドバンバンバンってやってるのもちょっとどうかなと思うから、こんな感じでねいいんじゃないかなと思います。だから旅行される方、バイク乗る方とかそういう方もめっちゃいいです、これは。そして価格帯的にも高いところになってくるので、プラダとかちょっとグッチまで行かれへんっていう方はね、僕これ作らせていただいております。本革で15,000円以下で作らせていただいておりますので、こういう感じで大人っぽくいくっていうのもありかなと思いますので、これはほんまありがたいことにね、視聴者さん同士もたまたま「あ、それ拓三さんのとこのバッグですよね」って言って喋りかけたことがあるっていうぐらい、結構なんか街中とかでも見かけることあるらしいんですよ。僕は1回しか見たことないけども、声かけへんかったけども、そんなんがあったりするので、YKK のファスナー使って姫路レザーを使ってるっていうバッグなんですけど、ただやっぱプラダまで行くとファスナーがおそらくエクセラ使ってますね。ちょっとわからないんですけども、すごいちょっとファスナーの感じがもう違うんですよね。で店員さんにね聞いたんですよ。これねあるんはわかるんやけど、これ何に使うんですかって。あ、こちらはですね AirPods つけていただいたりだとか、あと車のキーですね、こちらを入れていただければよろしいかと思いますって言われたんやけども、あー俺は使わんかなと思ってね、これは必要なのかどうかちょっと僕にはわからないんですけども、奥様とディナー行かれるとかそういった時なんかはねいいかなと思いますし、夫婦一緒に持つっていうこともねできるかなと思います。僕個人的にあんまハイブランドが興味ないので、僕は全然持つつもりも全くないですけど、そんな感じだったり、これはいかにもグッチって感じだけど、これ色違いあるんですよ。でネイビーとかブラックとかやったら結構それを合わせやすそうなんですね。ただこれは後々うちの嫁に行きますので、これうちの嫁に行くってなった時にはこっちの柄の方がいいよと、私はこっちの柄の方が好きっていう話はされてますので、じゃあお前これ動画やから経費じゃないんですよ、俺自腹で買っておりますから全然経費になってないんですけど、動画作ったし嫁が欲しいって言ってるし、いずれは渡すんかなと思うんですけど、これねこっちのファスナーもエクセラやな、やっぱ A ファスナー使ってますね。どう見てもね輝きが違うんですよ。で開け閉めの感じも違うってなったら、もうこれはエクセラなんですよね。誰がどう見ても YKK の中でも超最高級のハイランクのファスナーですね。僕はね似合ってないから、僕全然もう持つつもりとかも全くないんですけど、女の人はねこういうの似合うじゃないですか。だから女性とかはいいんじゃないかなと思うんですけど、男性でも、ね、似合う人は似合いますよ。僕は似合わへんだけなんだけども、そういったことで年年々取るにつれてね、僕もね20代後半の時 YouTube 始めた時に、はなんでハイブランドなんかいるの、あんなんどうせそんな見せてるだけやんと思うんやけど、結局そういう立場になってきたらそういう人たちと会うこともあるじゃないですか。そんな普段はそんなことしいひんけども、それがまた共通の話になったりとか、そっから取引の話になったりとかするっていうことを考えたりしたら、やっぱ年齢とともに必要になってくるんですよね。それはもう四六時中ノースフェイスで折れたらそれが一番楽なんやけども、そういうわけにもいかんっていう時までうなずいてもらってると思うんですよ。あ、そうやねんと、場所によって必要になってくんねんっていうのがあると思うので、時計も同じだと思うんですけど、ボディバッグ最強決定戦ということでね、去年まではこういうハイブランドとか入れてなかったんですけど、今年ぐらいから僕の年齢見てもらったりしたら35になりましたし、視聴者さんも一緒に年いってるので、安いこう大学生が持つようなやつばっかりじゃなくて大人の人が持つよとかもちょこちょこ入れていけたらいいなっていうことでね、今回ボディバッグ最強決定戦ということになっておりました。個人的にはナイロン系のやつはもうほぼほぼいろいろある中でこう絞って出してるので、この3つに関してはミスないんちゃうかなと思うんですね。でハイブランドに関しては僕この2つしか持ってきてないので、他とかはわからないんですけど、もしねおすすめとかあって、いやこれめっちゃええでっていうのがありましたら、ぜひ教えていただけたら嬉しいなということで、本日はですねボディバッグ最強決定戦を紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。